お元気ですか、ボクシュミです。今回は BBM 阪神タイガースベースボールカード2018開封動画、今度は後編の10パックやっていきたいと思います。それではね、やっていきたいと思います。まずは後編の1パックでございます。小野大輝投手でございます。高山俊外野手でございます。岩貞裕太投手でございます。江越大河外野手ですが、現在は日本ハムに在籍しております。森谷幸喜投手です。で、高橋春人投手でございます。カードでございます。2パック目でございます。板山雄太郎外野手でございます。マテオ投手でございます。梅野龍太郎捕手でございます。糸井義雄外野手でございます。北条文也内野手でございます。山本翔也投手でございます。3袋目でございます。坂本誠志郎捕手でございます。武安大地投手でございます。で、能見篤投手のこれカードでございます。で、熊谷隆弘内野手でございます。藤川球児投手でございます。で、桑原健太郎投手のカードでございます。4袋目でございます。マテオ投手でございます。藤浪晋太郎投手でございます。で、青柳晃洋投手でございます。糸原健人内野手でございます。望月敦投手です。で、北条文也内野手でございます。5袋目でございます。鳥谷敬内野手のカードでございます。原口文人捕手でございます。谷川雅樹投手でございます。秋山拓実投手でございます。で、糸原健人内野手でございます。で、糸井義雄内野手の、失礼しました、外野手のカードでございます。6袋目でございます。陽川直政内野手でございます。で、能見篤投手でございます。ラファエル・ドリス投手で直筆サインカード出ますね。これは、岩崎優投手のね、直筆サインカードでございます。で、こちらがですね、80分の72となっております。岩崎選手ですね。はい、続けていきます。秋山拓実投手でございます。糸原健人内野手でございます。7袋目でございます。
富谷隆史内野手のカードでございます。谷川雅樹投手でございます。でロザリオ内野手のカードでございます。陽川直政内野手でございます。現在は西武ライオンズにね在籍しておりますね。能見篤史投手でございます。でモレノ投手でございます。はい、8袋目でございます。俊介外野手でございます。ロザリオ内野手でございます。尾中優也投手でございます。高山俊外野手でございます。牧丈一郎投手でございます。でエゴスタイガ外野手でございますが、さっき言った通り現在は日ハムに在籍しております。9袋目でございます。長坂健也捕手です。でマスコットでございます。で島本博也投手でございます。で、こちら中谷正広外野手の、カードでございますが、現在は確かソフトバンクに在籍してる気がします。間違ったらごめんなさい。で西田直人内野手です。今波亮太内野手でございます。でラストの10袋目でございます。鳥谷隆史内野手のこれカードでございます。で鳥谷隆史内野手でございます。藤浪晋太郎投手でございます。伊藤隼太外野手でございます。高橋明文投手でございまして、上田海内野手でございます。以上で BBM 阪神タイガースベースボールカード2018開封動画後編の10パックを終わりたいと思います。2018年度ですわね。こちらはですね、核サインカードがね、なかった時代だとね、思います。結構ね、懐かしい選手もいらっしゃいますさ。で、またね、別のね、カードも購入しておりますのでね、またね、機会があったら、見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。